かつての戦争でアムロ・レイ最強のニュータイプとして称えられ、だが戦後よくも来られたものだ。フラウ小林、勝もお腹の赤ちゃんは大丈夫なのか？6ヶ月ってまだ大事にしなくちゃいけないんだろ？もう安定期よ。何にも知らないんだから。あなたも結婚しなさい。そうすれば。軍がさせてくれると思うかい？まだセイラさんが好きなんでしょ？うじうじしてんだから。シャイアンに来る若い連中の面倒見るだけで結構忙しくって。アムロさんはなぜジャブロンに行かないんですか？え？父はジャブロンの動きを知ってカラバの一員として支援に向かったんです。それなのになぜあなたはここにいるんです？ハヤトが？しかし僕は彼エウーゴのこと報道されているってならば僕のようにこう逃げ込んだんじゃありません。あなたは勝つ。母さんは黙っていて。ここのせいか。アムロさん、連邦政府軍だって地球連邦。僕は一年戦争もニュータイプは危機分かっています。なら母にとって勝つヒーローならこの地下にモビルスーツが隠してあるとぐらい言ってください。勝つ、おやめなさい。だってごめんなさいね。いや私アムロとも。ごめんなさいね。戦地から離れ戦う決意。この決意の先、悲観する者たち。Thank you.
このようなと。目からに確かシャアと言ったな。俺は アムロ・レイだ。シャアか。クワトロ・バジーナじゃないんだ。それに一年戦争時のシャアのライバルアムロ・レイだ。シャア、
エルゴ・コロニーを落として地球の人々を根絶やしにするつもりなんだ。絶対にシャトルを打ち上げさせるものか。空を落とすのはお前か。
邪魔されるわけにはいかない。迷うことはないはずだ。直撃。Yeah.
囚人どもめ、ここで終わりにしてやる。超繰り返す。まったく。俺の目からは逃げられんぞ。
出会い、それは突然の出来事であった。私はフォー・ムラサメ。サメ、難しい名前だな。仕方がないわ、施設でつけてくれたんだもの。あなたは？僕はカミーユ、カミーユ美談。カミーユか、優しい名前ね。そうかな。自分の名前嫌いなのね。どうしてさ。顔に書いてあるわ。ねえ、カミーユは私の名前好き？好きだよ、いい名前だ。私は嫌いよ。今の施設で4番目だったからフォーなの。ナンバーフォー。本当の名前は？わからないわ。私には昔の記憶がないのよ。それを探していたの。思い出なんてこれから作ればいいじゃないか。そうかしら。フォー・ムラサメ。カミーユが香港シティで出会い、ムラサメ研究所、夜明けた心の隙間を。昔の記憶も取り戻せないというのに、今の記憶があって何になるの？フォー、君は戦っちゃいけない。フォー、分かるか？僕はカミーユだ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。なら戦うのをやめるんだ。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。もういじめられたくないんだ。ガンダムを倒せば記憶を元に戻す。その言葉を信じてカミーユと敵対するフォー。一度は心を触れ合った恋人たちの戦いだが、戦いの中でフォーはカミーユの優しさに次第に自分の過去から解放されていった。過去の記憶よりも新しい思い出を求めて、カミーユを空へと送り戻すため、フォーは激しい戦いの中、アウド村に特攻をかけるスードリへと乗り込んだ。大型空中輸送機スードリには、シャトル用のブースターが備えられている。このブースターを利用すれば、カミーユを空へと返すことができる。しかし、必死の思いでブースターを操作するフォーのもとへ、事態を察知したベン・ウッダーが迫っていた。私にはわかる。カミーユは私を空に連れて行ってくれる。カミーユ、スードリのブースターで空へ帰る。何をしている。ブースターは敵のとどめに使うんだ。触るな。カミーユ、これで空へ。さ
様。作り物のニュータイプは頭をぶち抜かれても動くのか。ふぁー。恋人たちの儚い夢は空へと消えた。シンデレラの魔法が切れたフォーにカミーユの思いは届いたのであろうか。戦いの波はカミーユに悲しむ間すら与えず、容赦なく押し寄せる。そして再び空へ。戦いはまだ終わらない。コロニーの落ちる日。まさかこんなことに。
行くぜ。新型だからってその声は。このままやらせるものですか。そんなに焦らなくてもそうやすやすと。
潰してやるよ。近づく奴はみんな灰にしてやる。これで終わりよ。We'll be right back.
間ランザー来た。そんなんで俺you
こいつ、そんなに死にたいのかよ。邪魔されるわけにはいかない。こうすれば無駄死にするだけだって、なんでわからないんだ。
ロニーが。なんとかグラナダへの直撃だけは避けられたよね。でもこんな作戦を思いつくティターンズって、彼らにとっては地球も空もみんなから変。だからこんな戦い、僕たちが早く終わらせなきゃならないんです。これ以上の不幸を許しちゃいけないんです。絶対に。Thank you.